キャスターか。月の聖杯戦争は終わったというのに、再びこうして関わり合いになろうとはな。東洋風に言えば、これが縁なるものか。キャスター、神明は賜物前、やれ良妻だやれ池玉だと騒ぎながら世の奏者にまとわりついてきたが、そうなのだ。あやつは言うことなすことすべてピンク、まさにこの世すべての毒婦と言えるべき狐だが、キャスターはかつての月の聖杯戦争におけるそなたのサブサーヴァントであった。言うなればサブパーティーだ。うん、そなたが思い出せないのをいいことに、意図的に黙っている。あやつはもともと4回戦の敵でな、アトランモとかいう低俗なウィザードのサーヴァントだった。アトラムはそなたを精神的に揺さぶるため、決戦前にあのキャスター目を放った。イロジカケというやつだ。そなたはそれを一人で破ったそうだ。その時世はキャスター目の呪術結界に囚われていたので、詳細はわからぬのだが、まさか一言で改心させられるとは。キャー、控えめに言ってちゃう、池玉とかなんとか。それ以来あやつは4回戦が終わった後もなぜかセラフに残り、そなたに協力したのだ。無論よこそがメイン中のメイン、大本命のサーヴァントなのだぞ。しかしとはいえ、キャスターめが時には命を落としてそなたを救ったのも事実。まったく、セラフが新天地となってもこうしてライバル同士になるとはな。まさに腐れ縁というやつだ。アルテラ、世はあの者を救いたい。いつだが奏者よ、誰でもないそなたにだけは、アルテラを救いたい。だが同時にあれとの戦いの予感に胸がたぎっている。傭兵でも構わぬ、剣撃でも構わぬ、世の前例をもってして、きっと世は彼方からの記録を目にしたが、時アルテラなるものは世にとって最大の公敵主たり得る相手だと。フンヌの一族を率いるアッティラ王、それだけでも十分以上に人類史に名を残す戦闘王にして破壊王なのにだ。さらに加えて優勢、虚空より来訪した異星の戦士だとか。うん、これほどの強敵、地上のどこを探してもそう出会うことはあるまい。ん？奏者、なぜそこでそのように微笑むのだ。世はおかしなことを言っただろうか。言ってはおらぬが。おらぬな。まさか偶然にも世の述べた言葉の文字列がダジャレにでもなっていたか。いや、そうではあるまい。尋ねるぞ、なぜそうして微笑むのだ。だんまりか。うん、そう来るとは思わなんだ。晩年の叔父上のごとき真の暴君であったなら大変な罰を与えてしまうところだが、よ、罰として。無論アルテラ目を救い優勢との戦いを終えた後の最後の締めとしてだ。さて、これでも使いたまえ。何、
差し入れだ。軽く一杯飲み干すぐらいの気持ちでサクッと使い捨ててくれ。これは桜というものだな。極東の美しき花散る都とはまさに風光明媚。キャスターも悔しいが認めざるを得ない。見るがいい桃色の、いやまるで桜色の。ところで奏者よ、玉の支配領域、仮にこれなる桜の実、わかりやすいであろう。何事も分かりやすさ伝わる。奏者？置いてけぼり、とな！まったく、どうしてそう先へ先、あまり焦るでない。急いでいるのはわかるが、奏者よ、奏者よ、待てというのに。仕方あるまい、乱暴多めに見よ。有事に備えて作っておいたローマ式ピコピコ棒なのだ。本来は肩こりに使う、いやそうではなく、奏者よ、月だけではない、世界が悪しき優勢の脅威にさらされている。夢という形であれ、そなたも世もそれをすでに知っている。しかしだぞ、世にとって、そなたにとって、全ては、あらゆるすべては初めてなのだ。世は感じたい、そなたとの道行きを、二人でなすすべてを確かに実感しながら進みたいと思う。急務であるゆえ時は惜しい。その事実をも否定するつもりはないが、そうあまり前のめりになるではない。そんな風にして放っておかれてしまうと、日本は寂しいぞ、奏者よ。うむ、別に世に構えというわけではない。いや、そこはとても重要なのだが、大切なのはそなたはそなたということ。誰かに習って行動するのではなく、
そなたが良いと信じた道を、それがどれほど困難な道であろうと恐れはない。何しろそなたは月の聖杯戦争の勝利者。やれやれ、せっかく良いところだったのに。わざわざ水を差しに来たのか。うむ、かかってくるがよい。水を差されても構わぬ。奏者と触れ合えて、要は上機嫌の真っ最中だから。戦うことが目的ではないが、どうせ言ってもわからぬ増兵どもよ。参るぞ奏者、戦闘開始だ。招かれざる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いしますよ。了解。さあ、私が相手をしましょう。どうも、ムーン。サーヴァントの相手は後回しだ。やっ、何度でも言うぞ、ドア、奏者が大好きだ。花と散れ、財かも。すでに敵襲を受けている。まずは救援に向かうべきではないか。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。おお、華々しいな皇帝よ。わしの教えなど不要ではないか。奏者よ、ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。ここまで来なさい、セイバー。私が相手です。やっ、ふっ、はっ、やっ、こちらだ。はっ、はっ、ふっ、はっ、やっ、はっ、ミコレよ、ロッサイクス。500体目か、なかなかの訓練よ。こっちよ、ロッサイクス。フッフッヤッハッフッハッフッハッ。見惚れよ、ロッサイクス。ハッハッヤッフッハッ。天幕よ、落ちよ、ロッサイクス。なかなかうまくいきませんね。しっかり誘い込んでくれてます。アグレッサー軍団ゴーです。カカ、よくぞ参った。存分にし合おうではないか。愛の力、思い知ったか。あっ、そうだ、戦況の確認を。攻め込まれている自信があるようだぞ。はっ、やるじゃない。一人で戦闘を終わらせる気かね。フッヤッ、見惚れよ、ロッサイクス。ハッフッハッフッハッハッフッハッ。無礼者、出直すがよい。
いほどよい。何度でも言うぞ、人は奏者が大好きだ。うん、こんなところか。哀れな賊ども、私が直接蹴散らしてあげましょう。やはりキャスターの罠か。サマンとの接近は時期尚早だ。カカ、たまらずやってきたか。わしの獲物を取りすぎるなよ。いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。褒めるがやん。はっ、空に着いてもらったぞ。なってない。助かった、感謝する。なんだ、わしも礼の一つは言うぞ。プラントだよな。まずあれを叩き落とそう。やっ、この間だ。今こそ残っているサーバントを攻める絶好のタイミングだ。プラントが落ちました。作戦変更です。タマモ軍総攻撃です。私の毒は甘くしびれますよ。タイムマン、そしてこのエリアをそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。こちらも来ましたね、バラの皇帝。少し遊んであげましょう。ライダーのサーバントか。望むところよ、来るがいい。もっと無様にもがいてもらいましょう。諦めます。同情を禁じ得ないね。他愛もない。奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。便利なものよな。行くぞ。奏者よ、ここにはプラントがいる。奴らを倒さなければ制圧はできないぞ。
切れ。在下は問わない。他愛もない。奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。ニオマスター、すべて我らの領土となったぞ。ようやく到着か。あとはあのバカ者を調伏するのみだが、それはそれとして、敵ながら見どころのある都であったな、奏者よ。木造の雅な楼閣、そしてその中に不協和音のごとくドシャーとばらまかれた成金趣味、あれだな、コールというやつであろ。一時期レーザーサイトの中、ボディーコンシャスなドレスで踊り狂う文化が何かの間違いで栄えたという。ともすれば、忘却の川に流されるものをここまで恥知らずに取り入れるとはキャスターもなかなかにやるではないか。しかしだ、キャスターも画寮転生を書いたな。豪華絢爛で行くのなら深紅のバラは必要不可欠である。ん？どういうことか。ヴィナスと来たか。いや否定はせぬが、それはさすがの世も照れるというか臆するというか、実感してしまったぞ。今のそなたは情熱のみでなる精神の存在なのだな。まったく、以前のそなたからは決して出ない言葉ゆえ、危うく心臓が止まるところだった。だがその例えは良い。至らぬことばかりの世だが、そのように生きられるよう努めたい。話はここまで。本命が来たぞ。ようこそおいでくださいましたご主人様。我が千年平安京、お楽しみいただけたでしょうか。そうであれば、この玉物前、この上なき幸いと喜びましょう。ああ、なんと嘆かわしや。このパーフェクトタマモンワールド、略してパマモの完成度を汚す朱色があろうとは。わかります？そこ、露出度の高いあなた、恥知らずなドレスを着込んだ皇帝陛下。ん？もしや世のことか。何を言う。この程度の露出は乙女の冒険。恥を捨てるのならもっとすごいに決まっていよう。うん、そうであった。それにしてもそなたの手は、うむ、そなたの期待に応えよう。フグ大天の宮敵といえ、この場だけちょこっと仲良くなってみせるぞ。相変わらず本音ダダ漏れですね、あなた。あ、いえ、悔しくなんかありません。ありませんとも。なぜなら今の私は負け狐ではないのです。義は我にあり。あなたこそ平和を乱す泥棒猫。私、いよいよもって遊びは終わり、縁も竹縄。まずはそれなる女の首を電脳五条の河原にでも晒すところから始めましょう。ぬぅ、言ったな、キャスター。やはり話し合いは不可能だったか。そしてドンチクショーとはどういう意味か。土下堂かつコンチクショーという意味です。言うだ。
レガリアの掌握は私が上。どういうおつもりです？これはレガリアをかけての大勝負。ご主人様といえど容赦は。なんという熱い視点。次の敵と申します？いいえ、妙な口車には乗りません。ここまで我が領土に攻め込んでおいて交渉を始めるとか、私理解が追いつきませんので。何を言っているのです？私はすでに千年鏡を敷いているのです。許しがたき恩敵セーバーの領域全土を掘る。これが敵以外に何だというのです？このバカ皇帝はマスターを占有したのです。あなたは私にとってのマスターでもあるのに、それを それは。そこなるセイバーはどう？言わずもがな。余は奏者に全てを委ねるまで。サーバントとしてですか？レイジュのもとに契約を結んだただ一人のマスターの決定には従うと。そうではない。余が余として決めたことだ。貴様も自分自身に尋ねてみるがよ。刃の前に身をさらす決意。この渾身の言葉をいかに己が受け止めるのかを。ああ、そうでございました。どれだけ電脳体を細切れにされたとしても、あなたはあなた、変わらず私のマスターです。お見それしました。このキャスター、慎んでお話を伺わせていただきます。ミコン、ショックです。同時に感動です。まさかこの私が言葉のみですっかり超ブック。なんという池玉。まさか私がうなずくと分かっておいででしたか？愚かなのは私でございました。ご主人様、落ち着いたらセイバンさんのところに行っちゃうんじゃないかな、などと疑ったばかりに。たまものバカバカバカ美少女バカ。もっと二人の絆を信じてセイバーさんと真っ向からヒロイン対決をしていればよかったなんて。封印していた本性とか我慢して出すんじゃありませんでした。うげミコ、惚れ直しました。主人様、どこまでもついて行きます。三千世界の果てまでも、因果の彼方へも。なんと、いきなりイチャつき出したではないか。奏者よ、これは負けていられんな。それでは余への褒美はなしか。キャスターばかりずるいではないか。余も稀には、そう、ごく稀にではあるが、めでてほしいと思うこともあるのだぞ。
具体的に言うと、頭を優しく撫でるがよい。やれ髪が乱れる、今なら膝枕も許そうではないか。これほどお得なローマセット、もはや買い占めるしかないな。さ、うむうむうむ、そう来なくては。スキンシップは重要だからな。精神と魂の融、どんなに高等な術式が必要かと思いましたけども、それさえ可能とするのですね。うむ、3つの要素のうち2つが統合されるのだ。そちらの奏者とこちらの奏者、共に不安定であったのは、地上では肉体がより代となるが、セラフでは魂が核となる。その点で言えば、そちらの奏者だけは統合せずとも存続できたかもしれんな。ご主人様の肉体、あ、いえ、肉体のご主人様ですね。そちらに頼る必要もありません。魂に経験が宿った以上、生存しているだけで今の規格に合った体は形成されてしまうでしょう。それはまことか、キャスター。そうなるとアルテラのそばにいる奏者は、統合するまでもない、いや、むしろ統合しては不純物になるでしょう。あなたも分かっているはずです、セイバーさん。肉体に宿った意識は仮初めのもの、それはもう別の誰かなのです。おそらくそれを承知で、あちらのお方は記録を飛ばした。キャスター、何でもございません。私がここで口を出すのはそれこそ不忠、かのお方の決意を汚す愚行で、それよりお話おおむね理解しました。悪しき優勢、それは神代にも記憶された最悪です。1万と数千年の周期も大元の私の記録と一致します。これを放っておけば、やがて月も地球もおしまいでしょう。陶器品もあれば破滅の記録です。神々も人々も等しく破壊され、後には荒涼の大地だけが残された。それは私の望むところではありません。魂のご主人様も同じくですが。アンズルナ、融合には何の問題もない。これより後に出るのは過不足なく世の奏者と貴様のマスター、正真正銘の存在に他ならぬ。ちょっぴり余も心配はしているのだが、そこはそれ、奏者を信じているからな。ご主人様、セイバーさん、こちらは私のご主人様ですので、お忘れなきよう。いやいや、キャスターよ、視力は確かか。どう見ても世の奏者であろうに、ゆえに。いえ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 、おいやいや、笑うところではないぞ。ほほほほほ、むぅ、なんという怪力か。がっちり腕に組みついて離れぬとは。セイバーさんこそ、つつましやかな胸がご主人様の腕に当たっているではないですか。なんてはしたない。おい、離れろ。バカめ、当たっているのではない、モーションをかけているのだ。何事も先手必勝というからな。
嫌ですよセーバーさん、おっしゃったではないですか。過不足なくどちらのマスターでもあるとかどうとか。言ったとも、つまり世の奏者だな。いいえいいえ、私のご主人様です。ああ、やっぱりこうなったじゃないですか。うむ、そこだけは気が合うな。キャスター、こればかりはどうしようもない。むしろこれこそが正しき形。分割などは事故に過ぎぬ。奏者は唯一無二であるからこその奏者であるがゆえ。私が真にご主人様のサーバントです。むむ、およ、私ともあろうものが大人げない。セーバーさんの毒婦っぷりが目に余りまして。了解了解。奏者よ、離れるな。空が割れる。いよいよ来るぞ。私は大王である。私は破壊である。星より降りて破壊の、うん、ご主人様。剣の一振り、神明解放なしでこの威力。いざ目にしてみると震えるな。振るっただけでこの威力ですか。世界に対する特攻というのもあながちホラではないようで。神明を知っている。なぜだ、神代の記憶を持つものか。いや違うな。そうであろうと現在の私の名ならば何だ。貴様はどういったものだ。うむ、それを一言で語るのは難しい。何しろ世も貴様を知ってはいるものの、上に
事実のみを聞かせよう。世の神明はネロ、ローマ帝国第5代皇帝ネロ・クラウディウスと覚えるがよい。ネロ。そして貴様やこれなるキャスターと同じくして愛しき奏者のサーヴァントだ。女、我がマスターの名を口にしたのか。それは私だけが口にすべきもの。もういい。私が誰であるかを知る者など必要ない。アルテラの名を呼ぶ者もそれはただ一人だけでいい。奏者よ、動機を。さあ共に耐えるとしよう。キャスター。ああ、やっぱりそっちと動機なさるんです。悔しいですが今は。ええ、分身の剣を受け切ったのか。ただの何を言う。アルテラ、ここに立つのはただの英霊ではないのだ。その通りです。何せ私たちは誰あろう聖杯戦争を勝ち抜いたマスターのサーヴァント。うむ、さらに加えて言うならば、さすがの。強い。だが矢もなかなかにやれているではないか。調子に乗らないでくださいまし。こっちはずっと全力でそちらのサポートをしてるんですから。ですのでご注意を。レガリアの力があろうと気を抜いたりすればたちまちのうちに。奏者、ご主人様。そうは言ってもだな、奏者よ。この状態ではマスターを実体化させるのはアルテラメ。こちらに合わせて剣を止めている。対話か。こちらの魔力は限界です。そちらはいかがです。どのくらい継戦能力残ってます。そちらも余裕なしか。悔しいが後がないぞ。あのような魔剣と永遠に打ち合えるものか。あれは魔剣でもなければ聖剣でもない代物ですが。まあそうですか。こうなるとご主人様次第ですね。私たちが生きるも死ぬもご主人様の言葉次第。あちらの反応どう出るか。なんだ、ならば心配はないな。胸を張って
奏者に任せるとしよう。まったく、あなたという人は。いいだろう。事実、私は興味を抱いている。どうあれ結果は変わるまい。5分だけお前たちに時間をやろう。十分だ。ひとまず礼を言っておくぞ、アルテラ。不要だ。話にならんな。最後まで話を聞け、アルテラよ。奏者はまだ肝心なことを伝えていない。世界を守るのはと。レガリアの統合、そんな条件を私が飲むとでも思ったか。英霊の方は、だと。お前は何を。いや、いい、最後まで聞いてやる。おかしなことを言う。私を守る。時間がないのが惜しい。もう少しまからぬか、アルテラよ。奏者の目を見るがいい。これよりも曇りなき瞳よ。世は知ら。本当にこの眼差しに覚えがないと。私は殺戮の機械だ。破壊の大王、優勢の決別だ。人の論理などを重んじることもない。重んじようと思ったこともな。だが後悔そう、セイバ。お前たちの言葉は非論理的に過ぎる。待つがよい、アルテラ。許可したではないぞ。姿を現すな。お話し合いは決裂ですね。でもこれは大層運がようございました。あれがその気になれば、魔力の残り少ない私たちは消し飛ばされていたでしょ。ですので、ご主人様、どうかお気を落とされずに。アルテラ、どうあっても戦わねばならぬ定めなのか。いや、いや、そうではあるまい。世は記録でしか貴様のことを知らぬ。ついぞ今しがた会ったばかり。手はあるが、まだ道はあるはずだ。そうであろう、奏者よ。破滅の定めになぞ、世は二度も屈しない。